ピーター・ジェニングス。2002年、ピーター・チャールズ・ジェニングスは、アメリカ合衆国のニュースキャスター。1960年代から2000年代まで、ABC ネットワークのニュースアンカーを務めた。カナダのトロント生まれ、父親のチャールズが、カナダ放送協会に、アナウンサーとして勤務していたこともあり、CTV で、ラジオニュースの手伝いを始めた。これが、振り出しとなり、CTV で、 初めてのテレビニュースのキャスターに選ばれる。1964年のアメリカ大統領選挙取材の時に ABC ニュース幹部の目に留まり ABC に移籍。また ABC は当時伸び悩んでたニュース部門の起死改正を図るための賭けとしてフレッシュで容姿鍛麗の彼を1965年に26歳にして夕方のニュース番組 ジェニングス・ウィズ・ザ・ニュース・キャスターに抜擢するも、経験の無さとアメリカ人の嫌うカナダなまりの英語が、災わいし、ニュースアンカーとして、すでに巧妙だった CBS のウォルター・クロン・カイトや NBC のジェット・ハントリーとデビット・ブリンク・ディーラを、相手に視聴率でかなわず3年も経たずして、番組を降板。1970年代は海外を中心に、取材活動を行い、 アメリカのテレビニュース発の中東支局の解説に立ち会う。ミュンヘンオリンピック事件では ABC がミュンヘンオリンピックを放送していたこともあり、事件現場からいち早く伝えた。海外取材の経験が彼の考えを支えたという。その後、1978年以来ワールドニュース、トゥナイトのアンカーを務め、1983年から2005年4月まで、 単独でアンカーを務めた。2005年4月5日の放送で、肺がんを患っていることを公表。療養のために休暇を取ることとしたが、8月7日、ニューヨークで死去。67歳であった。4度の結婚歴があり、子供が2人いた。アメリカ同時多発テロ事件の際、アメリカ中が保守、愛国心に傾倒していく中で、冷静を保った報道姿勢が、ピーターは、 カナダ人だから、人ごとみたいに報道していると非難の的となり、このバッシングが原因で、アメリカに帰化をした。また1980年代から禁煙をしていたが、蒸気のバッシングのせいで、強いストレスを受け再び喫煙するようになり、この出来事が肺がんを発症したきっかけになったのでは、ないかと噂された。ありがとうございます。